Buenas tardes, amigos. どうも、PJLL のバハロンです。はい、皆さん、ついに G1 クライマックスが終わり、次のシリーズのデストラクションシリーズが始まりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。あと、ヤングライオン、はい。ですね。まあ、道場対抗みたいな感じになってますけど、ヤングライオン杯も、まあ、始まったということで、まあ、いろいろ楽しみな展開が続いているのかなということで、このディストラクションシリーズ、そしてその次のキングオブプロレスリングですかね、の対戦カードを発表されてますので、まあ、それをちょっと小刻みに、小刻みに分けて、紹介していきたいなというふうに思います。で、今日はですね、9.15 別府ビーコンプラザにおけるディストラクションシリーズ、ですね。こちらの方の対戦カードを発表していきたいと思いますが、まあもう基本的にはもうメインの部分のだけのね、動画の話をですね、ちょっとしていこうかなというふうには思っていますが。まあちなみにですね、なぜかよくわからないんですが、まあプロレスに戻ってきてですね、私、3年ぐらいが経とうとしているんですが、戻ってきて初めてですね、あんまりね、このディストラクションシリーズに関してはあんまり気持ちがこう上がってこないというかですね、なんかありまして、まあそのプロレス以外での楽しみがですね、この9月非常に多くてですね、ちょっとそっちの方に、どっちかというとそっちの方に集中しながら今月は過ごそうかなというふうに思っております。あんまりプロレスにどっぷり浸かる感じはなくても、なんか、まあ、良さそうな感じの、あれなんですね。まあ、それはさておき、対戦カードを発表してみたいと思いますが。まずはですね、9.15 のベップビーコンプラザでですね、実はスペシャルタッグマッチという位置づけで、当初は発表されていた、吉橋石井組対、タンガロア、タマトンガの GOD 組なんですけれども、このカヤドがですね、どうやら IWGP の、タッグマッチ、選手権試合と、IWGP タッグの選手権試合という形で変更されましたよという状態になっております。はい。まあ、なんていうのか、まあ、その、ケンタ絡みの案件で、そのね、イギリスのロイヤルクエストの大会で、ケンタの試合に、まあ、タンガロア、タマトンガが乱入してきたと、いうことによって、石井さん負けちゃったと。で、まあ、ということによって、まあ、石井さんと吉橋選手が組んで、まあ、タッグ試合しましょうと。やってやんぞ、この野郎と。こういう流れに、まあ、なったんですけれども、まあ、タッグなんですか、みたいな、石井さん、ネバー、俺のネバー戦線をね、前の動画でも言いましたけど、俺のネバー戦線帰ってこねえんだろうな、これ。のらりくらり、あれなんでしょうね。のらりくらり、ケンタ選手はネバーを保持しつつ、東京ドームまで行くという流れなのかな、というのがメインなのかな、というふうには思ってます。まあもちろん、まあ試合見ましたけど、脳震盪的なアクシデントというものが起こってましたので、まあその監査系、回復具合の監査経過みたいなね、もう含めて、そういった形になっているのだろうなというところは、まあ、考えられますが、まあ、ケンタ選手っていうのは本当な、持ってないなという感じはしますね。まあ、あそこでそういったね、脳震盪的なものを起こしてしまうっていうのは、まあ、こう、選手としては、まあ、持ってないんだろうなと、まあ、これがね、まだ若手の頃とかだったらね、挽回してどうのこうのってありますけども、もはやベテランの域ですからね、まあ、ここでそういったものが起こってしまうというのは、まあ、レスラーとしてちょっと持ってないのかなという感じはします。まあ、それに伴ってですね、まあ、このタグマッチがあるんですけどね、なんかケオスはなんか、いろいろチャンスが巡ってくるな。ケオスっていうのはな、ゲドウさん。ゲドウさん、元ゲドウさんがいたとこだけど、なんか、ケオスっていうのはなんかチャンスがいろいろ巡ってくる、あれなんだな、とこなんだな。
石井さんもなんでた、そら、まあいろいろあると思うけど、タッグ行くかねって、もう本当にね、俺のネバー先生に返してほしいわ。うん。まあということでですね、まあこれね、まあ、防衛でしょう。GOD の。GOD の防衛なんじゃないですか？かね、石井吉橋組でタッグチャンプってことはないと思うんですよね。いかんせんね、まあ、またこういうこと言うとね、またファンの人に怒られると思うんだけど、吉橋選手はね、そのチャンプのレベルにいないので、これでタッグチャンプっていうのはね、もう説得力がなさすぎだと思うんですよね。頑張っているとは思います。はい。でも、残念ながら、このプロレス、まあ、プロフェッショナルの世界っていうのは、頑張ってるから、評価されるとか、そういうとこではないと思いますので、まあ残念ながら吉橋選手はそういうチャンピオンの器ではないなというふうには思っているので、個人的にはね。まあなので、まあちょっと難しいと思いますね。タッグチャンピオンになるのはね。なので、まあタンガロアタマトンガ、かなと。とこですね。まあそれが試合内容でまあなんかひっくり返してくれるものがあるのであればね、まあ、あれかとは思いますが、まあ、この辺もだからちょっとね、僕の気持ち上がってこない一因ではあるんですよね。そしてまあ、ブリティッシュヘビー級選手権試合が、もう早速行われるということでですね、イギリスでベルト取った棚橋選手、早速、防衛戦をザックとやりますみたいな感じなんですけど、これもまた、なんか、早い展開でありますね、みたいな。感じなんですよね。で、まあ、通常通りでいけば、まあ、通常通りでいけば、これ、ザックが、取ると思うんですよ。取ると思うんですけど、まあ、もしザックが取ったとしたらさ、もうなんか、イギリスで棚橋が取った意味よ、みたいなことになるのもあるんですよね。イギリスでザック勝利で別にいいじゃん、イギリス母国なんだからさ、みたいな感じになるので、まあ、個人的には僕、棚橋選手これね、防衛しちゃうんじゃないかな、みたいなのがありますね。ね、イギリスのこのブリティッシュヘビーって結構柴田選手が巻いてたりとか、石井選手が巻いてたりとか、鈴木みのる選手が巻いてたりとか、ということで、ある程度なんか新日に任せられてる部分がなんかあるのかなっていうようなベルトを、だったりはするので、まあ、もしかすると、棚橋選手は、このブリティッシュのベルトを持ったまま、東京ドームに行くとか、いうことなのかなみたいな。まあ、そこでまたジェリコさんがね、ちょっかい出してきたりとかなんかすんのかなみたいなね。感じなのかな。まあ、ジェリコさんなんか AEW のチャンピオンになられたそうで、でそのベルトを早速盗まれたそうで。なんかすごい展開が起こってますけどね、AEW の方もね。まあなので、ここね、だから棚橋選手防衛でいいんじゃないかなっていう感じはしますね。まあどう繋げていくんでしょうね、ブリティッシュのベルトね。この後、オスプレイがまた挑戦しに来るとか、いろいろあるのかなという感じもしますね。棚橋オスプレイで東京ドームっていうのもまあなくはないのかなっていう。でもじゃあジュニアどうすんだみたいな話になりますけど、まあこの辺はよくわからんですね、ブリティッシュのベルトはね。あんまね興味ないですね、新日本のベルトじゃないから。新日本のベルトじゃないからあんま興味ないんですよね。なのでこのこのディストラクションのまず別府の大会はね、なんかこう、まあ僕個人としてはまあ休日なので行けないんですけど、まあ行かなくてよかったかな、みたいな感じはしますけど。まあでも、棚橋ファンとかザックファンとか、GOD ファン、ケイオスファンにとっては、もうめちゃめちゃ素晴らしい別府のね、大会だと思いますので、まあ、ここでまた何かしたら一波乱あるのかなっていう感じも、含みつつ楽しみに待っていくといいのかなという感じはしますね。はい。
なので、こういう感じで短めの動画をね、ちょっと区切って上げていこうかなっていう感じにしていますね。うん、で、その、僕がちょっとね、今月その、あれなんですわ。あんまりこう、プロレスに乗り気じゃない、乗り気にならないっていうのは、その、カードの問題もあるし、モンハンのアイスボーンがですね、始まりまして、モンスターハンターワールドっていうゲームがあるんですけど、それのアイスボーンというゲームがありまして、私ちょっとその、モンハンも好きでですね、唯一ゲームはこのモンハンをちゃんとやるぐらいなんですけど、プレステ4のゲームっつったら。なので、まぁ、ちょっとね、モンハンしながらプロレスの雑談をするっていう、ライブ配信もちょいちょいやるかもしれないです。下手すりゃもう毎日ぐらいの勢いで、もうモンハンはモンハンでやるんだけど、話してる内容はプロレスのことみたいな。まあ気が向いたらね、ライブ配信とか、それちょいちょいやって1時間ぐらいね、ライブ配信してみたいな。皆さんと、そういう、僕はゲームしてるけど、みんなとプロレスの話するみたいな。そういう触れ合いの仕方もいいのかなというのもありますし、ね。で、今日ちょっとね、朝一で今日病院に行ってきたんですけど、お尻のね。まあ一応なんか経過報告としては順調みたいで、まあ僕もちょっとずつ痛みが緩和されてきているので、ちょっとね、来週あたりからはちょっと筋トレも復活、軽めのね、筋トレを復活させて、まず体を慣らしていこうかなという感じです。で、あとね、入院中にめちゃくちゃ食ってめちゃめちゃ太ったので、ちょっとね、減量もなんとかしたいんですけどね、やっぱめちゃめちゃ食べちゃうとね、もう、食べるね。食べるの好きだから、もともと。あれなんですけど。まあ、でも、ちょっとずつ減量していこうかな、という感じでやっていこうかなと思ってますんで。まあ、皆さんも、リラックスしながら。このディストラクションシリーズって僕あんま気持ちが入ってないですね。なんですけど、まあ、試合は見ますけど、そういう時期があってもいいのかな、という感じです。だから、ディストラクションシリーズのこの時期は、ちょっと僕あんまり、上の空というかね。去年はそんなことなかったんですけど、今年はちょっと、まあどうぞご勝手に感が、あるかなっていう感じなんで、ちょっとね、まあ、どんなことが起こってるかはちゃんとチェックしながらやっていきたいと思います。はい。なのでまた皆さんね、そんなやる気ねえんだったら動画なんか書いてんじゃねえよっていうね、お叱りの意見も聞こえてくるかもしれないですけど、まあ、そこはそれとしてね。はい、ということで、まあ、チャンネル登録、高評価よろしかったらよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴ。アディオス。